こんにちは、ヨッシーです。本日はですね、アディダスの靴を紹介したいと思います。今までナイキの靴とかが多かったんですが、今回アディダスを紹介しようと思ったのは、まあいい加減ナイキばっかりだしなっていうのもあるのと、あとは単純に名作だからということで紹介したいと思います。しかも最近リリースされたものではなく、2年前くらいになるのかな、リリースされたものです。こちらアディダスのアルファバウンス、外国だと 5.8 っていう評価なんですが、日本では8分の5になるのかな、まあ、5/8 っていう表記になっています。そちらのものです。こちらですね、非常に流線的でかっこいいデザインですよね。シームレスなんですよ、まあ、縫い目がない靴になります。こういう風に縫い目がどこにもないっていう靴ですね。シームレスです。で、フォージドメッシュという、ここのメッシュがフォージドメッシュという構造になっていまして、まあアッパーがそのフォージドメッシュなので、でこういうストレッチパネルっていうものがついてるんですね。でそれを配置することで履き心地がこうアップしているという。内側がですね、インナーブーティー仕様になっておりまして、ここのジップも止水ジップになっていて、ジップにこうゴムがついた引き手がついております。で開けるとブーティーが露出して、この縫い目が何気蛍光イエローだったりとかですね、このロックの糸が蛍光イエローで何気にこうフューチャリスティックなんですよね。でここの素材はネオプレーン素材で、内側とがブーティーになっているので冬にいいかなっていうアイテムです。なんでこんな時期に紹介するのかっていうことでもあると思うんですけど、こちらは非常にテックっぽくてですね、シームテープがこういう風に一周配置されていたり、このネオプレーンの使い方だったり、このソールであったりですね、とってもテックファッションに使いやすいし、あとはあんまり履いてる人を見ないので、名作なのに人と被らないというところがいい点だと思っています。でですね、そもそもアディダスってアルファバウンスっていうシリーズはいっぱい出してるんですよ。いろんな靴をアルファバウンス出してるんですけど、そもそもアルファバウンスって何ってなるじゃないですか。それがですね、この裏のソール、これがですね、ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、コンチネンタルラバーアウトソールというソールです。この裏はコンチネンタルラバーアウトソールという構造が、雨の日でも晴れてる時でもこう地面に対してのグリップが半端ないっていうソールなんですよ。そこが一つ個性なのと、ミッドソール、ここに使われている素材がEVA という素材になります。靴のミッドソールは結構 EVA 使ってるところが多いんですが、 EVA の中でも最上級クラスの衝撃吸収効果のあるものを使っています。 EVA の中で最上級クラスの衝撃吸収ソールと、あとはアウトソールが、コンチネンタルラバーソールで、濡れてても滑りにくい。で前に対してのこの推進力だけでなく、左右とかもうどういう方向に対してもグリップが優れていて、すぐにこうキュッて動けるというのがアルファバウンスの特徴です。そういう靴ですね。そしてアディダスってざっくりですね、トレフォイルロゴのオリジナルスと、こっちの3本ラインのスポーツパフォーマンスシリーズがあります。基本的にオリジナルズの方はデザイン寄りというふうに考えてもらえると分かりやすいと思います。スポーツパフォーマンスシリーズは機能寄りです。アスリートとかスポーツをやる人とかに向けて、そのスポーツのパフォーマンスが上がるようにということで開発される速乾性とか、そういう機能によったアイテムが、パフォーマンスラインのアイテムです。なのでどちらかといえばパフォーマンスラインのアイテムっていうのはデザイン性より機能性というものを追っているアイテムが多いので、普段着るってなると難しいやつが多いんですが、たまにこれどうしたってぐらいモードなやつがあったりするんですよね。これって
デザイナーのコラボかなと思うぐらいかっこいいやつがあったりするんですよ。これがその一つなんですけど、僕的にはもうほぼこれはモードですね。かっこよくないですか。一応全天候型の靴なんですよ。全天候型と言っているんですが、雨の日にこれ履くと余裕で濡れます。そうなんですよね、全天候型ではないという印象ですね。ここのメッシュが普通に水が入ってくるんですよね。謎っすよね。ここがあの止水ジップなのにここから入ってくるんで普通に濡れます。雨の日は全天候型というふうに言っていますが、雨の日は履かない方がいいと思います。他の靴の方が、この前あの雨用の靴参戦みたいな感じで紹介したんですが、そっちの方がいいと思います。そしてこのアルファバウンス、もう一色出てまして、その色がすっごい変わった色なんですよ。今画像が出てると思うんですが、ターコイズブルーとセージみたいな色と、なんかあのここのソールがちょっと何色って言ったらいい、マルチカラーっぽい感じになってる、非常に変わった配色ですね。誰向けなんだろうっていうような変わった配色なんですけど、久しぶりにこの靴について調べようと思った時に、ユナイテッドアローズのアウトレットなのかな、ユナイテッドアローズってアウトレットだった、まあそういうアドレスだったと思うんですが、そこでえらい安く売ってたので、ちょっと一足その色を買い足そうかなと思っておりました。めちゃくちゃ安かったんでリンク載っけときます。でこの靴は本当にテックファッションに合いやすいですし、人とも被りにくいですし、パフォーマンスラインなので機能も抜群というハイブリッドな靴です。履いてみるとさらに魅力が伝わりやすいのかなと思います。ネオプレーンのトップの素材と、止水ジップとメッシュのところとという素材の違いがそもそものデザインになっているような形ですね。センタージップのこのモードなデザインは、この後コットワイラーがほぼほぼ同じデザインでアディダスからリリースしておりました。そんな優れたやつですね。開けると蛍光のシームが出てくるんで、これがもうかなりデザインポイントになると思います。このままでもいいですが、かなり足がスポッと抜けやすくなるので、そこだけ注意ですね。はい、いかがだったでしょうか。本日はアルファバウンス5スラッシュ8 8分の5を紹介させていただきました。最近出たスニーカーではないので手に入れにくいとは思うんですが、見つけた時には特に誰も見向きもしてないので非常に安いっていうアイテムだと思います。こちらはですね、非常に機能にも優れてますし、履き心地もすごく良かったですし、結構足首をホールドしてくれる感じもあるんですよね。そういうミッドカットの靴って少ないの で、あとはまああったとしてもデザイナーコラボとかで割と高額だったりするんですが、アディダスのパフォーマンスラインという、その名の通りパフォーマンスに特化しているラインから出たものなので、特にコラボものではないので安価に手に入れることができるということが利点だと思います。最新のスニーカーで市場価値のあるものを履くことがハイプなファッションかもしれませんが、ちょっとそれとは逆をいくファッションの提案をしたいというか、そういうアイテムも素敵なんですけど、そうすると結果的にみんな同じ格好になりますから、自分の審美眼を持ってですね、かっこいいものはかっこいいということで、過去のものであっても誰も履いてる人が、誰もというか周りにあまり履いてる人がいなくても自分の価値観でファッションを楽しみたいと思いました。今回はアルファバウンスの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひそちらも登録よろしくお願いします。続けるモチベーションになりますので、ぜひコメントいただけるとありがたいです。ぜひよろしくお願いします。失礼します。